皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが9月19日に配信した3つのキノコ雲の予言の2回目をご紹介します。3つのキノコ雲の予言。それだけでなく何か大きな出来事がシリアから起こるのが見えました。それが何なのかまではまだわかりません。ですがそれがシリアへの攻撃を呼び込むものだと思います。どの国かシリアへ攻撃するのかといえばアメリカだろうと皆様すぐに想像できるでしょう。そこに多分イスラエルも同行するのではないでしょうか。それが世界大戦へとエスカレートしてしまうのです。私たちは光を抱いてそのような事態にならないよう祈りましょう。そのような出来事はクリスマス休暇の季節まで持ち越されるとお伝えしました。それは12月のお話ですがその時はまた偉大なる彗星逆行とエネルギーシフトがやってきます。あらゆる意味で狂った星の配置になるのです。今年はきっと爆発的な終わり方をするでしょう。控えめに言っても大爆発と言ってもいいかもしれません。皆様ショーン・コムズの逮捕についてご存知かと思いますがここに写っているのは逮捕後の写真だと思います。多くの人はこの写真は人工知能によって合成されたものだと言うでしょうし、また身代わりが写っていると思うでしょう。ですがここに見えている整形手術の跡を見れば彼がその活動当初から整形していたことはわかっています。ここで彼の普段の写真と比較しますが、普段の蝶ネクタイをつけている彼よりも逮捕後の写真の方が若く見えます。もしかしたら AI 画像かもしれませんが彼の特徴を捉えています。逮捕されたのは身代わりであり本物の彼は逃げているなんていう人もいますが、実際に彼は逮捕されていてそれは 100% 間違いないでしょう。そのことはまた以前の予言した多くの有名人や政治家が逮捕されるお話と符合します。その予言をしたのは数年前のことですがその始まりはエプスタインからで、そしてトランプ氏も逮捕されました。もう皆様お分かりかと思いますがショーン・コムズはエプスタインという闇の網に繋がっていたのです。それは疑いようもありません。そのことは以前の予言とも一致し大量逮捕が起こる内容でした。そのことについて考えてみましょう。これは何も FBI に限ったお話ではなく国土安全保障省の案件でもあります。とても大きな問題です。FBI は国内問題が中心ですが、国土安全保障省はもっと大きな課題を扱います。つまり今回の逮捕は私たちが想像する以上に大きなお話なのです。皆様はどうお考えでしょうか？彼の写真はクローンなのかそれとも AI なのか、それとも本人なのでしょうか？よろしければコメント欄に書き込んでください。彼か逃げたと思っているかこのライブ配信でアンケートを取りたいところですがその機能はないようです。以前にも大量逮捕があるビジョンをスピリットは見せてくれましたが有名人やハリウッドセレブ、そしてミュージシャンや世界中の政治家などその可能性はまだ十分にあると思います。それは数秘術でいう9の年になる2025年にもっと可能性が高まるでしょう。正義の鉄槌がついに振り下ろされ、人々がそれに付き従うというのが以前予言したお話でした。前にもエプスタインは保護交流下にあると予言しましたが、将来エプスタインの持つ秘密が大々的に暴露されるとお伝えしました。それがいつ起こるのかはまだわかりませんがきっとそうなると思います。それはショーン・コムズの件と関連すると思っていますが、ここで余興としてタロットカードをシャッフルして初めに出たカードでショーン・コムズについて占ってみましょう。どのカードを引いたのかチャットで当ててみてください。私が引いたカードは何だったのでしょうか？皆様書き込んでくれていますね。デビル、タワー、ジャスティス、吊るされた男がとても多いですね。ですが答えは死のカードでした。実は3枚のカードを引いていてその中には吊るされた男の逆位置もありました。もう1枚のカードについて今は思い出せません。
とにかく1枚目のカードは死のカードでしたが、それは常に実際の死を意味するわけではありません。例えば変化とか古いやり方を除去して新しくするという意味もあるのです。今回のショーン・コムズについて言えば死そのものを意味することもあれば闇の存在や闇の精神も表しています。いかがわしい行為も表しており、それもまた闇を意味します。他のカードは彼の健康状態を表しており、死のカードもまた健康に関連しています。多分彼の身に何かが起きているのでしょう。あまりに強いストレスがそうさせているのかもしれません。彼を保護した側は彼をエプスタインに会わせたいのかもしれませんが、とにかく彼を保護しようという意志が感じられます。普通の監獄のように簡単に彼を連れ去ることができるような場所には入れておかないでしょう。彼はいずれ旅立つと思いますし、それほど寿命は長くないと感じます。彼の弁護士はとてもいい仕事をしていますし、なんとか取り繕おうとしています。スピリットによれば彼についてはパズルのピースがあまりに多く、まだパズルを組み立てている途中だそうです。それらのすべてのピースが揃えば、私が今まで予言していたお話が現実のものとなるでしょう。以前トンネルについてお伝えした時に私たちの足元で地獄が広がっていると言いました。このようにすべてのパズルのピースはつながっているのです。将来裁判が開かれると思いますが、その時人々は OJ シンプソンの時のようにテレビに釘付けになるでしょう。OJ シンプソンの裁判の時も排除された人がいました。もちろんあの時と同じようになるわけではなく、また同じように人々がテレビに釘付けになるわけでもないでしょう。今回はソーシャルメディアで一連の裁判を見るのではないでしょうか。その裁判もまた全てのピースとつながっていると思います。それは疑いようのないお話ですが、いつになるのかまでは追ってはいません。いかがでしょうか。ショーン・コムズのしてきたことを見ているとまるで大物ギャングのようです。日本の芸能界もいろいろあるとは思いますが、アメリカはスケールが違いますね。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。